今日の Next.js で学ぶリアクト講座では、今まで書いてきたコードをリファクタリングしたりだとか、Next.js で AnscoApp.js というものがあるんですけれども、まあ、その使い方だったりだとか、まあ、その他細かいところをいろいろ見ていこうかなと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで早速始めていきます。まずはリファクタリングに関してなんですけれども、個人的にはこのリファクタリングを非常に重要視してまして、皆さんにもぜひたくさんですねやっていただきたいなと思ってます。リファクタリングしていないコードってやっぱり読みづらいし、まあ、モヤモヤするじゃないですか。で、まあ、個人だったらまだマシかもしれないですけれども、チームで開発するってなると、まあ、生産性に直結するっていうことで、まあ、リファクタリングをしてちゃんとですね読みやすいコードを維持するっていうのが非常に重要だったりします。で、開発を進めていく段階ってやっぱり動けばいいやっていう感じでどんどん進んでいくと思うんですけど、後になればなるほど、まあ、リファクタリングっていうのは難しくなります。なのでなるべく定期的に、まあ、個人的な感覚としてはもう隔週に1回は、まあ、最低でもやった方がいいかなと思ってるんですけれども、まあ、とにかく定期的にリファクタリングをしつつ開発を進めていくっていうのが重要だと思ってます。で、この講座でも、コードをですね、今まで書いてきたものを、まあ、今回リファクタリングしますし、まあ、これからもどんどん進めていく中で、コードがですね、ちょっと読みづらいなと思ったら、適宜リファクタリングしていこうと思っております。はい、ということで、早速ですね、リファクタリングを始めていきます。で、今回は、まずページ図とコンポーネンツを見ていただきたいんですけれども、拡張子に関して少しリファクタリングしていこうかなと思います。で、ここですね、フッタージェイス、ヘッタージェイスとか、まあ、ここら辺の拡張子、ページ図にもありますね。ここら辺の .js という拡張子を .jsx に変えようと思います。で、リアクト講座の最初ら辺では、まあ、JS でも JSX でもどっちでも動くので OK というふうに伝えたんですけれども、実はですね、JSX の方がいい理由っていうのが、まあ、少しだけあったりするので、今回 JSX に変えたいと思います。で、ちなみにタイプスクリプトの場合は TS とか TSX となるので、そこら辺覚えておいてください。で、index.js まず開いてみると、右下の方ちょっと見ていただきたいんですけれども、ここですね、ここに JavaScript というふうに出ているかと思いますが、これは何かと言いますと、VS Code がこの index.js ファイルの拡張子 JS を判断して、これは JavaScript のファイルだなというふうに認識しているという感じです。で、VS Code がこのファイルは JavaScript だと認識しているから、まあ、こんな感じで JavaScript 用に色がついたりだとか、まあ、JavaScript の構文とかの補完とかを出してくれるというふうになっております。なので、今ですね、JavaScript ってあるので、まあ、例えばなんですけれども、まあ、ドキュメントとかやった時とかに、次、こんな感じで JavaScript のメソッドがいろいろ出たりするかと思うんですけれども、まあ、そういうのはこれが JavaScript だと、まあ、エディターが認識してくれているからだというところを覚えておいてください。で、これをですね、例えば index.js を index.jsx としてみてください。するとですね、右下の方ちょっと見ていただくと、こんな感じで JavaScript React というふうになっているのがわかるかと思います。で、これで VS Code が JSX という拡張子を判断して、これはリアクトのファイルなんですねというふうに認識をしてくれているというような感じです。で、実際こちらのアイコンとか見てもわかる通り、JSX の方はリアクトアイコンになっているんですけれども、JS の方はこんな感じで JS アイコンなので、まあ、リアクトアイコンの方がリアクトファイルだなということがわかるのでよかったりします。で、実際に保管の方も、まあ、この JSX だったら先ほどの .js と比べて、まあ、いくつか利点があったりするんですけれども、まあ、例えばですね、ここに div と打ってみてください。するとですね、これを Enter を押すと、まあ、そのまんまこんな感じで JSX の記法、 JSX っていうのは、まあ、この HTML っぽいものの記法のことなんですけれども、これを出してくれますと。で、ただこの about.js とかは JavaScript ファイルというふうに認識されているので、例えば div というふうにやっても補完が出てきていないのがわかるかと思います。まあ、こんな感じで JSX の方が JSX に関する構文とかの補完とかを出してくれたりするので、まあ、書き心地的にもいいんじゃないかなと思ってます。なので、まあ、ぜひですね、JSX というふうに皆さんもやってみてください。で、今からですね、ちょっと全部 JSX に書き換えたいと思います。はい、ということで JSX を使っているすべてのファイルを .js から .jsx に変更しました。で、私の場合なんですけれども、まあ、反対に JSX を使っていない JavaScript ファイルは .js をそのまま使用していたりします。
で、ここら辺はもうチームによるかなとは思うんですけれども、まあ、個人的にはちゃんと区分けすることをお勧めしていて、まあ、やっぱりそうすることによってこのファイルはリアクトに関係するファイルなのか、またはただの JavaScript なのかっていうのを一目で判断することができるので、そちらをお勧めしております。まあ、ここら辺も基本的にあんまり触れられない部分だとは思うんですけれども、個人的には重要な部分だと思っているので、今回尺を取ってちょっと説明することにしました。で、そのまんまですね、次のリファクタリングに進めていきたいと思います。で、次はディレクトリに関することで、まあ、ここら辺のファイルは一旦ですね、閉じておきます。で、こちらですね、ディレクトリのコンポーネンツページズスタイルスというものがあるんですけれども、実はこちらをソースというディレクトリでまとめることができたりします。で、ちょっとですね、説明は後にして、とりあえずまとめてみたいと思います。で、どうするかと言いますと、ニューフォルダーということでソースを作って、で、この中にスタイルとページズとコンポーネンツ、今ですねコマンドを押しながら、 Windows の場合はコントロールかなと思うんですけれども、そちらを押しながら複数選択することもできるので覚えておいてください。で、これをソースの方に、ソースの方にちょっと入れてみます。で、ムーブという感じで、今ですねちょっといろいろ出ているかと思うんですけれども、ここら辺はまあパスが変わったりすることがあるかなと思うんですけれども、そのパスを VS コードで、まあ、自動的に変更しましょうかというふうに言っております。なので、ここはですね、イエスというふうにしてみましょう。まあ、たまにですね、うまくいかないこととかがあったりするんですけれども、ここら辺はおそらくうまくいっているのかなという感じです。まあ、ちょっとですね、後で起動してみて、実際に動くかどうか確かめてみたいと思います。で、ちょっとですね、どうなったかと言いますと、見てください。こちら、ソースの中にコンポーネンツとページズとスタイルスが入りました。で、個人的にはこっちの方が、まあ、パッと見た感じもスッキリしてるし、このパブリックとか、まあ、他のディレクトリと、区分けすることができて、まあ、分かりやすいんじゃないかなと思うので、個人的にはこのソースの中に入れる方がいいなと思っております。で、ここら辺はちゃんと Next.js のドキュメントでも書いているかなと思ってて、例えばこんな感じで Next.js ソースというふうにすると、まあ、ここですね、公式ドキュメントはこれかなと思いますが、ソースディレクトリということで、まあ、ページ図だけじゃなくて、まあ、ソースページ図でも動きますよみたいなことが書いております。で、ここら辺にいろいろですね、注意事項みたいなのがあるんですけれども、ソースページ図があるのにページ図をルートに置いちゃったら、まあ、ルートディレクトリっていうのは、まあ、ここの第一階層のことなんですけれども、まあ、ソースページ図があるのにページ図をルートディレクトリに置いてたら動かないですよというふうに言っております。で、他にもですね、まあ、NextConfig.js とか、まあ、TSConfig.json とかは、そのままルートディレクトリに置いてくださいだとか、まあ、パブリックディレクトリもそうですね、ソースに入れることはできませんよというふうに書いているので、まあ、ここら辺は、移動することができないというふうに覚えておいてください。はい、という感じで、まあ、ソースに入れてみました。で、ここら辺で一旦ですね、ちゃんと動くかどうかやってみましょうか。ちょっとエラーが出ているんですけれども、一旦閉じてもう一回ですね、ヤーンデブというふうにしてみましょう。すると、こんな感じで起動するかなとは思うんですけれども、実際にローカルホスト3000でちょっと更新してみましょう。するとこんな感じでちゃんとですね、インデックスページが表示されて、まあ、アバウトも見れるのがわかるかと思います。なので、まあ、ディレクトリもちゃんと移動したけれども、まあ、うまく動いているというのが分かっていただけたかなという感じです。はい。で、そのまんまですね、リファクタリングをもうちょい進めていこうかなと思います。で、続いてコンポーネンツをちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、こんな感じでずらーっとですね、CSS ファイルがあったりだとか、まあ、JSX のファイルがあったりして、まあ、すごい、もうこれだけなのに、まあ、10個もファイルがあるという感じで、まあ、少しですね、見づらいのがわかるかなと思います。で、まだこんだけだったらいいんですけれども、まあ、大規模になればなるほどやっぱりコンポーネントっていうのは増えてきて、まあ、このコンポーネントの中がすごい肥大化していくのが分かるかなと思います。で、ここら辺を、まあ、あらかじめディレクトリとかを作ることによって、まあ、うまくですねまとめることができるかなと思うので、まあ、今回ちょっとやってみようかなと思います。で、まずはですね、JSX と、まあ、それに対応している CSS を同じフォルダに入れてみようかなと思います。例えばこの footer.jsx と footer.module.css を、まあ、同じディレクトリにまとめるというような感じですね。で、ちょっとですね、まずやってみてからちょっと説明をしていこうかなと思います。で、具体的にどうするかと言いますと、フォルダを作って、ここに footer というフォルダを作ってみましょう。で、footer.module.css をこの中にまず入れてみますと。で、move ですね。
で、このフッター JSX もこのフッターの中に入れてみます。はい、ムーブすると、フッターの中にフッター JSX という感じになっているので、まあ、パスがですね一部変わってしまいます。で、ページ図の例えばインデックスとかアバウトとかで使ってるかなと思うんですけれども、まあ、これがですねうまく機能しないかなと思います。なぜならコンポーネンツのフッターの中のさらにフッターという感じになるので、まあ、今ですねちょっとこのまま、ページを見てみるとちょっと更新しますと、まあ、こんな感じで、フッターコンポーネント、まあ、フッター JSX が見つかりませんよみたいな感じで、警告が出ているのがわかるかと思います。でここをですね、このフッターすらフッターとやってもいいんですけれども、まあ、これでももちろん映るようにはなるんですけれども、まあ、あんまりスマートじゃないかなと思います。でそういう時に使えるのがインデックスという名前を使うと、ここら辺をですね変える必要がなくそのまま使い回すことができたりします。ちょっと分かりづらいかなと思うんですけれども、ここですね、フッターの、このフッター .jsx を index.jsx という名前にしてみてください。で、するとどうなるかと言いますと、まずこちら、更新をしていただくと、おっと、ちょっと映らないんですけど、おそらくデブをし直すと映るかなと思います。で、もう一回ですね、こちら更新をすると、こんな感じでインデックスページとか、まあ、アバウトページ、どっちもですね、パスを変更することなく、まあ、ちゃんと表示されているのがわかるかと思います。で、このインデックスという名前なんですけれども、まあ、これはですね、まあ、JavaScript においては非常に重要な意味を持つ名前なんですけれども、まあ、そうすることによって、まあ、デフォルトでこのフッターっていうのを参照したときに、このインデックスを見てくれるようになります。まあ、これを使うことによって、まあパスがどんどん長くならずに済むみたいなところもあったりするので、まあ、ぜひ必要に応じてですね使ってみてください。で今回はこれでちょっと進めていこうかなと思います。で一旦ここからまた単純作業の始まりなんですけれども、ヘッダーどんどんやっていきますね。はい、という感じで、見ていただけたら分かる通り5つのディレクトリにまとめました。まあ、フッターの中にフッターモジュール CSS、インデックス JSX、まあ、ヘッダーとかヘッドラインとか、まあ、リンクスとか、メインとか、まあ、それぞれですねうまくまとめられているのが分かるかと思います。まあ、ここら辺ですね、まあ、こんな感じで見ると、まあ、ちゃんと5個だけになっていて非常にすっきりしたんじゃないかなと個人的には思います。まあ、先ほどのパターンだともう本当に肥大化すればするほど見にくくなるんですけれども、こんな感じでやるとまあうまくまとまって綺麗に、まあ、さっきよりは見やすくなるんじゃないかなという感じですね。まあ、ここら辺は正直チームによって規約とかもあったりだとか、まあ、すごいルールが違ってきたりして、まあ、ベストプラクティスっていうのが存在しない世界だったりします。まあ、こういうのがいいんじゃないかなみたいな感じでいろんな人が提案してたりはするんですけれども、まあ、正直各々自由だったりします。で私もよくディレクトリ構成はどういう風にするのがおすすめですかみたいな感じで聞かれたりするんですけれども、まあ、本当に、まあ、その人の作るものとか、まあ、どういうのが好みだとか、まあ、そういうのにすごい左右されたりするので、まあ、ちょっとですねおすすめしにくいっていうのがあります。まあ、ただ一つ言えるのは、まあ、最初から過度に最適化しようとしすぎても、まあ、どうせ作っていくうちにいろいろ構成とかが変わったりするので、最初から何かを決めようとするんじゃなくて必要になったタイミングで、まあ、リファクタリングをしてディレクトリ構成を考え直すっていうのが個人的にはおすすめだったりします。なので、まあ、最初はですね先ほどのような感じで、まあ、ずらーって並べてもいいと思うんですけれども、まあ、リファクタリングするタイミングで、あ、こことここはうまくまとめられるよねみたいな感じで、まあ、どんどんまとめ上げていくのがいいんじゃないかなという感じです。まあ、例えばなんですけれども、まあ、これもですね今は5つなんですけれども、まあ、これもどんどん増えていくかなと思います。そしたら例えばこのフッターとヘッダーって、まあ、レイアウトに関するものだから、じゃあ改めてレイアウトみたいなのを作って、でこのヘッダーとフッターをレイアウトに入れてもいいよねとか、まあ、そういうような感じでもうどんどん進めば進むほど、こういう風にした方がいいよねっていうのが、まあ、だんだんと、まあ、自分の中で出てくるんじゃないかなと思います。なので、まあ、最初から過度に最適化しようとせず、定期的なリファクタリングのタイミングで、まあ、ぜひ自分で考えてみてくださいというようなのが、まあ、私の答えです。はい、ということで、まあ、ちょっとディレクトリ構成に関しても熱く語ってみました。
で、ここからですね、ちゃんと動くかっていうのをまずは確認してみようかなと思います。で、一旦ここは大丈夫かな、ちょっと更新してみます。おっと、やっぱり、一旦ディレクトリとかを変えると、再起動とかをしなさないといけなかったりはするので、そこら辺は、適宜必要に応じてやってみてください。おっと、間違っているというふうに出たんですけれども、メインの中で出ています。で、ちょっと見るとここですね、ヘッドラインがおかしいというふうに出ているので、ここのパスがおそらく違いますね。で、このヘッドラインを見る と、ヘッドラインが、こっちから見てヘッドラインではなくて、一つ前ですね、階層としては一つ前なので、ここら辺は、ちゃんと間違えないようにしたいですね。で、今、ちょうど補完が出てきたので、補完のことに関してもお伝えすると、こんな感じでスラッシュを押すと補完が出てくるので、ここでですね、ちゃんと合うようにした方がいいです。で、おそらくこのリンクスも間違ってるようかなと思うので、ここら辺もちょっと訂正しておきます。で、保存をして更新をすると、はい、こんな感じでちゃんと表示されました。ここら辺の、ディレクトリを変更した時っていうのは、やっぱりパスが間違ってますみたいな感じで出ることは多かったりするので、適宜ですね、修正していく必要があるのかなと思います。はい、というような感じでディレクトリ構成に関しても見ていきました。で、こっからですね、次、今パスのことをやったと思うんですけれども、パスに関しても、お伝えしたいことがあるので、そのままですね、やっていこうかなと思います。で、今のパスをちょっと見ていただきたいんですけれども、こんな感じで、点々と点々すらみたいな感じで使われていると思うんですけれども、こういうような指定の方法を相対パスと言います。で、これはですね、どういうことかと言いますと、このファイル、つまりこれですね、index.jsx から見て、他のファイルを指定するというような感じで、相対的にですね、パスを指定しているということで相対パスと呼ばれたりします。そうではなくて、絶対パス、絶対パスっていうのはどっかを起点として、そこからですね、どんどん、辿っていく方法もあるんですけれども、ちょっと言葉で説明しても伝わりづらいかなと思うので、この絶対パスのやり方をちょっと見ていこうかなと思います。で、まずここに関しても、もちろん、Next.js のドキュメントに書いていますので、基本的には、例えば Next.js Absolute Imports ですかね、このアブソリュートインポーツにすべて書いているので、ここを見てください。で、今回もですね、ここに沿って進めていくだけになります。で、ちょっとですね、いろいろ書いているんですけれども、タイプスクリプトの場合は tsconfig.json っていうのを使ったりするんですが、JavaScript の場合は jsconfig.json というのを定義する必要があるというふうに書いてあります。で、どういうふうに定義していくかっていうと、ここですね、こんな感じで定義することによって絶対パスで使えるというような感じなので、実際にやってみたいと思います。で、これをちょっとコピーして、で、ちょっとここら辺を一旦閉じて、で、ここにですね、ニューファイルで jsconfig.json というふうに定義してみてください。で、その中に先ほどコピペしたこれですね、こんな感じで書いてみてくださいと。で、今のはちょっと閉じて、これだけでおそらく良かったはずなので、一回絶対パスでちょっと記述してみたいと思います。で、こちらの中で、例えばどういうふうになるかと言いますと、ここですね、今のもう一回開くと、このコンパイラーオプションズでベース URL っていうのをドットというふうに指定しました。で、これはですね、この jsconfig.json がある場所をベースというふうにしようということなので、簡単に言うとここですね、ここの今いる階層っていうのが、そのままですね、ベースとなります。で、ちょっともう書いてみた方が分かりやすいかなと思うのでやってみると、ここのメインで先ほどヘッドラインとかリンクスを指定するのに、こんな感じで相対パスでやったかと思うんですけれども、これをですね、ソーススラ、そのままこんな感じで保管も出てきてくれているので、コンポーネンツですらヘッドラインというふうにしてみたいと思います。で、これでちょっと保存してみますね。すると更新しても、おっとっと、ちゃんとエラーが出ちゃいました。で、どうなってるかというと、おそらく、起動し直さないといけないんですかね。ヤンデブをちょっとし直してみます。で、こちらで更新がかかるかと思いますが、ちゃんと表示されているのがわかるかと思います。こんな感じでちゃんとですね、絶対パスで指定することができました。
個人的には、まあ、こっちの方がいいかなと思ってまして、やっぱり相対パスだと、まあ、すごい階層が深くなった時に、まあ、こんな感じで、まあ、すごい分かりにくくなったりするんですね。ここって、まあ、じゃあどこなのみたいな感じですごい指定しにくかったりするんですけれども、まあ、絶対パスの場合は、まあ、ソースから見てコンポーネンツ、そしてヘッドラインという感じで指定することができるので、まあ、正直絶対パスの方が、まあ、誰から見ても明らかなんじゃないかなと思います。なのでぜひですね、皆さんも、まあ、相対パスにこだわりがなければ絶対パスで指定してみてください。でリンクもちょっと同じようにやってみます。でソースコンポーネンツリンクで、実はこの CSS に関しても同じようにできるんですけれども、ソースコンポーネンツのメインですね、メインのメイン .module.css というふうにして保存して更新をしても、おそらく、まあ、ちゃんとですね動いております。はい、というような感じで、まあ、インに関しては絶対パスでインポートすることができました。で今この CSS とリンクスをインポートを絶対パスに変えてもエラーが出なかったのは、おそらく先ほどは JSConfig.json を作ったばっかりだったので、まあ、ヤンデブしなさないとエラーが出るというような感じだったんですけれども、まあ、1回ヤンデブし直したので、まあ、それ以降はですね、絶対パスに変えてもエラーが出ないというような感じかなと思います。でまだ他にもですね、絶対パスに関してはちょっとお伝えすることがありまして、一旦ここをちょっとですねコメントアウトしてみてください。まあ、すると、まあ、もちろんエラーが出るかなとは思うんですけれども、まあ、このリンクスを、改めてですねインポートしようとしてみます。するとですね、こちら押してみると、まあ、こんな感じで相対パスでインポートされちゃうんですね。でこの挙動って、まあ、絶対パスで書きたい人からすると、まあ、正直面倒かなと思っていて、ここもですね相対パスではなくて絶対パスでインポートしたいかなと思います。でそこのやり方もですねちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、まずは、コマンドプラス、カンマですね、Windows の場合はコマンドではなくコントロールかなと思うんですけれども、そちらを押すと、まあ、こんな感じで設定ファイルが開きます。で過去にお伝えしたかと思いますが、ユーザーというふうにすると、このプロジェクトに限らず全てのプロジェクトに適用される設定となって、このワークスペースというふうにすると、このプロジェクト、今回で言うとスタディリアクトですね、スタディリアクトだけに適用される設定というふうになります。で基本的にはワークスペースで設定することが多いかなと思うんですけれども、今回もワークスペースで設定していきます。でこのワークスペースを押していただいて、でここですね、ここを押すと JSON ファイルで管理することもできます。まあ、こんな感じで押すと JSON ファイルができて、今ですねここにピカンって一瞬 JSON ファイルができたかと思うんですけれども、まあ、JSON ファイルができますと。でもちろんこの JSON ファイル内でいろいろ指定することもできますし、まあ、ここからですね指定をして JSON ファイルを書き換えることもできます。まあ、ちょっとどういうことかと言いますと、まずはですねやっていただきたいのがフォーマットかな、フォーマットではありませんでした。インポート、もうインポートとやると出るかな、インポート出ましたね。この JavaScript のプリファレンシズでインポートモジュールスペシファイアというのが出るかなと思います。でここら辺がですね、どういうようなインポートをさせますかというような指定ができるんですけれども、これをノンリレティブというふうにしてみてください。そうするとですね、いろいろ書いてるんですけれども、まあ、JSConfig.json とか、TypeScript の場合は TSConfig.json の、まあ、ベース URL とかを従って、まあ、ちゃんとですね、インポートを書き換えてくれますというふうな感じで出ています。で、このノンリレティブを指定すると、このセッティング JSON もですね、勝手に、まあ、こんな感じで JavaScript.preferences import module specifier がノンリレティブになったかと思います。まあ、ここをですね指定してもいいし、まあ、こんな感じで GUI 上から指定しても OK というような感じです。で一旦ここはちょっと消していただいて、もうこれでですねちゃんとインポートは直るかなと思います。なのでここももう一回コメントアウトをして、でもう一回インポートさせようとしてみてください。するとこんな感じでソースコンポーネンツリンクというふうに出たかなと思います。なので皆さんもですねぜひ絶対パスでインポートするってなったら、まあ、今の設定とかを追加してみてください。でここはちょっと削除しておきます。で先ほどのですねこの .vs コードでセッティング JSON というふうに出たんですけれども、チームで開発をするときとかはこのセッティング JSON とかも一緒に Git のリポジトリに上げてください。すると例えばチームメンバーが新しく増えたとして、まあ、その人が開発するときとかに GitHub のリポジトリからクローンするかと思うんですけれども、その時にセッティング JSON も一緒にその人の、ローカルに落ちてくるので、まあ、一緒にですね設定を共有することができます。
なので、プロジェクトをするときとかは基本的にはこのセッティング JSON とかに共有の設定とかを書いていくっていうのを覚えておいてください。エディターの共有の設定ですね。はい、というような感じでちょっと解説をしてきたんですけれども、ここもですね結構深い話で、Next.js の公式ドキュメントとかにも実はここまでは書いてなかったりするので、すごい難しい内容というか結構コアな内容なんですけれども、個人的にはこれもめちゃくちゃ大事だと思ってるので、尺を取って講座にさせていただきました。皆さんもぜひやってみてください。でここからですねちょっと作業なんですけれども、早送りにするかと思いますが、全部ですね直していこうかなと思います。はい、というような感じで、すべてのファイルを絶対パスでインポートするように修正しました。で、ここからですね、もうちょいだけリファクタリングをしようかなと思うんですけれども、ここで Next.js の unscoreup.js が出てきます。unscoreup.jsx ですね、修正したので。で、ここをちょっと見ていただきたいんですけれども、この unscoreup.jsx というのは Next.js において大きな意味を持ちます。でここら辺もですね検索するとおそらく出てくるかなと思いますが、こんな感じで、Next.js でこれですね、アドバンスフィーチャーでカスタムアップというふうにあるんですけれども、いろいろ書いてあります。で、正直ですねたくさんのことができすぎるので、全てですねお伝えするのはなかなか難しいんですけれども、レイアウトとかを維持したりだとか、ナビゲーションの、状態ですね、状態を維持したりだとか、エラーですね、コンポーネントディードキャッチというのも用いてエラーのハンドリングとかを行ったりだとか、あとは、これは追加データですね、アディショナルデータをページに入れたい時とか、あとはグローバル CSS を読み込みたい時とか、そういう時とかにこの unscoreup.js を使いますというふうに書いています。で、今ですね、Add Global CSS っていうのは実際にすでに使っているかなと思ってまして、この unscoreup.jsx の1行目、import source style globals.css という感じで、グローバルのスタイルとかを読み込む時にこの app.jsx を使いますという話ですね。でこの unscoreup で何かしらの処理を書いたら、この各ページでもその処理っていうのが呼ばれます。例えばこことかにですね、消しちゃった。でこの div というふうに書いて、じゃあ div で一旦囲ってみますね。でそこに例えばと、適当なんですけれども書いたらどうなるかと言いますと、ここちょっと見えますかね、見ていただきたいんですけれども、インデックスページの左上にというのが出ました。で、about 見ても、こんな感じで、がそのまま出ている状態かと思います。なので、今見ていただいたらわかる通り、ここにですね、何か処理を書いたりすると、この index.jsx でも about.jsx でも呼ばれますよというような話になります。で、これを用いて、いろんなことができるんですけれども、例えばですね、この index.jsx のページにある、ここら辺のファビコンとかの設定って、正直、この about とかでもやってますので、ここら辺は unscoreup にまとめてもいいのかなと思います。このタイトルタグは、それぞれですね、固有のものかなと思うのでいいとして、ここら辺はまとめる必要があるかなというところで、ちょっとまとめたいと思います。でこれそのままちょっとコピーして、ここら辺のもういらないので消して、でヘッドもですね、改めて読み込む必要がありますね。next ヘッドで、こんな感じで読み込んで、で、ここら辺がいらないかな。でこれを消して、でインデックスのこのここら辺消してみましょう。ここの about もちょっと消してみましょう。すると、こちらちょっと更新しますね。でこれだけだとちょっと分かりづらいと思うので、実際にソースで見てみましょうか。
ページの総数表示を押して行を折り返すを押して、まあ、ファビコンというふうに検索してみると、まあ、こんな感じでインデックスページはちゃんと出てるのがわかるかと思います。でこれがアバウトの場合だとしても、まあ、これアバウトちょっと、すらアバウトでいけますかね、すらアバウトにして、まあ、行を折り返すでファビコンというふうに検索すると、まあ、こんな感じで出てるのがわかるかと思います。で実際に例えばここですね、マイアップ消してみて保存して更新を押すとファビコンで検索しても引っかからないというのが分かっていただけるかと思います。もちろんアバウトの方じゃなくてインデックスの方でも、まあ、ファビコンって検索してもないですね。というような感じで、まあ、実際にここら辺の処理をですね、ここにアンスコアップに処理を書くとインデックスとアバウトで共有できるのが分かっていただけたかと思います。まあ、他にもいろいろですね共通化したいものとかが出てくるかなと思いますので、まあ、そこら辺はアンスコアップとかをうまく使いこなしてみるといいんじゃないかなと思います。今回で言うと例えばですねインデックスのこのヘッダーとかフッターとか、まあ、アバウトでもあるかと思うんですけれども、まあ、ここら辺もですね実はアップとかにまとめたりすることはできます。で、まあ、ただレイアウトとかはですねページによってちょっとレイアウトを変えたいとかもあるかもしれないので、まあ、そこら辺はまた必要になってから改めてリファクタリングしようかなと思います。であとは、まあ、この div とかも正直不要かなと思ってて、まあ、不必要に DOM を増やす必要はないかなと思うので、まあ、一旦ここはですねリアクトフラグメントという機能を使って省略したいと思います。でリアクトフラグメントに関する詳細は過去に講座を出していたのでそちらをご覧いただきたいんですけれども、まあ、その時はですね正直リアクトフラグメントはあまり多用するべきではないというふうに伝えたかと思います。でただそれはこのコンポーネンツ内に限った話でここのページ図のそれぞれの一番親の部分であれば使っていいのかなと思ってます。というのも、まあ、リアクトフラグメンツを使うべきでないっていう理由が、まあ、例えばそのコンポーネンツを、リアクトフラグメントで囲んだとして、それを呼び込み親で例えばフレックスとかグリッドとか、まあ、そういう CSS を使ってた時とかに、まあ、ちょっと予期せぬ挙動になっちゃう可能性があるんですけれども、ページ図の場合は、まあ、これ以上親が存在しないので、まあ、正直、まあ、使ってもいいのかなと個人的には思っております。まあ、ここら辺はですねチームによっても全然リアクトフラグメントコンポーネンツ内でも使ってもいいよというようなチームもあったりするかもしれないので、まあ、好みな問題にはなるんですけれども、まあ、個人的にはそのように運用しているというような話です。はい、ということで、まあ、今回ちょっと長かったんですけれどもいろいろリファクタリングについて語っていきました。まあ、いろいろ参考にしていただける部分もあったんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、ぜひですね皆さんも設定とか見直したりリファクタリングをしてみてください。ということで今回もですねいつものように GitHub にプッシュしてバーセルにデプロイするっていうところまでやってみたいと思います。でちょっと今動いてるのかなっていうのを確認ですが、まあ、ちゃんとですね動いてますね。でそのままですね変更点とかを見てですね、まあ、問題がなければ、まあ、コミットしてプッシュするというような流れで、まあ、いつものようにやってみてください。でここら辺は、まあ、ちょっと早送りするかとは思うんですけれども、まあ、全部削除しているもので、で問題がなかったのでコミットをしていきたいと思います。で、まあ、正直今回はもう少し細かくコミットを分けてもいいかなと思ったんですけれども、まあ、幅広くリファクターということなんですけれども、まあ、いろいろ変わるところがあるかなと思うので今回メイクアーキテクチャルチェンジということで、まあ、構造とかがですね大きく変わったので、まあ、こちらをちょっと使ってみようかなと思います。まあ、ちょっと曖昧な表現なので、皆さんぜひ自分のですねこの絵文字が合ってるんじゃないかなというのを選んでいただきたいんですけれども、まあ、コミットメッセージは今回は、まあ、拡張子と、ディレクトリ構成とあとは、インポート方法の変更、そしてアンスコアップを用いた処理共通化というふうにしようかなと思います。はい、というような感じでここをですねコミットしてみてください。はい、で、このまんまここですねプッシュを押してみると、まあ、いつものような流れで GitHub にプッシュが完了するのではないかなと思います。ちょっと GitHub を見て更新をすると、まあ、こんな感じで今やったのがちゃんとですね出ております。こことこことここですね。でそのままバーセルの方を見るとスタディリアクトのデプロイメンツで、
今やったこれですね、これがビルディング中ということで、まあ、もうじきするとビルドが完了して、まあ、ちゃんと本番反映されるのではないかなと思います。もうちょい待ちましょう。はい、ということでステータスがレディに変わって見れるようになりました。でビジットをしていただくと、まあ、こんな感じで今まで通りですね、ちゃんと見れているのがわかるかと思います。はい、ということで、まあ、今回はですね、まあ、どっちかというとリアクトとか Next.js 全体っていうよりは、まあ、細かいところの講座だったんですけれども、まあ、個人的には結構有意義な内容なんじゃないかなと思ってます。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。ということで今回の動画はここでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。